はい、どうも大輝です。大丸です。久しぶりに2人の、ね、コラボですね。揃いました。はい、でちょっと僕は花粉症なのでマスクをつけさせていただきます。はい、で今回なんですけど、久々に2人集まったということで、ちょっと皆さんのね、ちょっと疑問に答えてという形です多分皆さん疑問に思ってるのは、自分たち苦手な技って何か多分思ってる人いると思います。得意な技ばっかりの出してるじゃないですか。確かに。たまに自分たちの苦手な技を弱みをね、見せようかなということで、自分たちのね、まあいろんな技をちょっと試してみて、できない技を中心にちょっと今、やっていこうかなと。あと逆回りだったり、あ、逆回転、逆軸で挑戦したりとかをちょっとやってみようかなと思います。はい、中で。で今ちなみにこの動画を撮る前に自分たちだいぶ練習しても体ズタズタの状態ですけど、はい、頑張ってやりますので頑張ります。はい、はい、やっていきましょう。じゃあレッツゴー。苦手な技って何かありますか？パワー得意ですね、大丸さん。パワーは、はい。じゃあ一つまず疑問ですね。スタイルってできますか？全然ありません。じゃあとりあえずじゃあ今回ですね、じゃあパワーまず見せてもらうんです。パワームーブ、まずあの、はい、簡単なパワームーブ。大丸さんのお得意なのは、はい、ここか。おお、やっぱすごいね、トーマスが高い。はい、このように回る系の技が得意。じゃあ今回スタイルのね、スタイルをやってもらいましょうか。はい、それではスタイルでどうぞ。まず、はい、まずあの、あ、なんか、お、だめめちゃめちゃレアな大丸さんも。最後はフリーズ。あー、はい、なるほど、いい感じですね。まあ、ちょっと苦手ですか？苦手ですね。苦手ですよね。じゃあ逆に自分はですね、はい、多分エアチェアと縦系しか出せないという ね、 ね、いい感じに感じなんですよね。でスタイルも多分ちょっとだけしか乗せてないけども、次自分がパワーを挑戦してみますか。じゃあとりあえず縦やってみます。とりあえず縦一回、まあ、簡単にやると、これは大輝の時間だ。おお、この感じで縦は、縦とやっちゃう時間かけてきた方なんですけど、パワーがね。あー、じゃあ自分もちょっとパワームーブを。大輪さん、トーマス、じゃあトーマスやります。何周目ですか？じゃあ5周で。5周で。じゃあトーマス5周ですね。いきますよ。でかい。いや、ダメダメ、でかいだけじゃない。一時期練習したことあるんですか？あ、いけるいけるいける。ダメっすわ。十分いけそうや。トーマスは一時期練習したこともあったんですけど、4年間ぐらい2周からいけますもん。いけない。じゃあそしたら大丸さんが苦手な技、あと縦が苦手。あ、そうか、ほんと真逆ですね。そしたら効率がマジで苦手で。じゃあちょっと大丸さんの縦蹴りをしてもらえますかね。とりあえずラゲットすればいい。まず両手でやってみよう。両手で、両手で、はい、オッケー。両手でやってみよう。あ、倒立はできる。おおお、あ、できたできた。あ、ラブっていい感じにできてる。ラブっていい感じ。最近倒立練習した。あ、なんで安定してますね、足振り。最近エアの練習。え、あのステッピングの方、片手、両手で。あ、両手ステッピングっていうのは、あの両手で、あ、組んで跳ねる。これか、これか。あんま飛んじゃないよ。ちょっとやってみたいと思います。ちょっと多い。もうガリモトみたいな。なんか形がね汚い。あ、見えてないから分からんけど。まあでも両手で。片手でできればいいっす。そう、片手でできればいいんで、じゃあ片手でやってみよう。片手でやってみよう。よし。3回いきましょう。3発1。形はいいっすけどね、めちゃめちゃ。で全然かかに乗ってる感じがなくて。そうですよね。じゃあ自分は何しようかな。エイトラの大変さにしてもらう。エイトラか、確かにエイトラね。はい。おすげえ。はい、ちょっと連発しまっていいですか？連発ですか？連発、3発連発。ウィンドミルから。ウィンドミルから。あ、いいね、ウィンドミルから。わ、すごい。
めっちゃ死ぬんだよ。あーすごい。いやめっちゃあの、はい、エートラか。でも2周しかない。自分も本当雰囲気はもうエートラもほらもうできそうな雰囲気だ。確かに確かに触れてるわ。こんな感じやろ。じゃあ行くぞ。エートラね。おお。あれ今のちょっと惜しい。そんなことない。いやそんなことない。今どうでした？まあ、エイトラって言っていいんかも。これなんか変でした。軌道が変。軌道が変。ちょもう一回。痛い。そうめっちゃ痛い。こう痛いっすね。だから俺もさっきエイトラやってみたけど2周しかできないですけど。エイトラ自分でやるとこんな風になります、ね。全くできないです。エイトラ。トラックス。ダイナさんトラックスどうでしたっけ。フロアトラックス。フロアトラックス、あ全然いけます。いきますよ。はい。なんかおかしいぞ。なんかおかしかったそれは。いやおかしくない。頭2回ぐらいぶつけたけど本番になったけど自分もこれめっちゃ苦手で、めちゃめちゃ苦手。あ、おー、あ怪しい。ちょっと怪しい。できてるわ。あ、怪しくなったっすか。怪しいけど結構怪しいけど何かも聞いてるんですか。なんかおかしいぞ。すごいウィンドっぽくなってる。いやそう、ウィンドの返しぐらい感じに上がってますね。自分これでいいの。チェアベイビー。そうね、チェアベイビー。チェアベイビー。ちょっとやっぱすごい自分多分全然お、綺麗だ。はい。おー、すごい。え、わーっと、その止まりましたっけ。止まれる、止まれる。え、すげえ、そこから。あ、やべえ。やばい。これは1。自分、これ逆なんですよね。右、右なんで。あ、左チェアだけど、右こっちか。いや、でも止まれるからな、絶対こんなの。あ、あそういうことは、自分、チェアが左軸なんだ。左、左、うん、ここ行くのが、これあの、あー、そういうの。逆。逆。絶対止まれん。止まれんか。次、なんか自分たち共通してできるかできんかみたいなことになります。そいつ、ちょっと苦手かな。そうですか。そいつかやってみましょう。ちょっと何週目標にしてやる。5週。5週で。じゃあ5週。そいつ5週いきます。そいつ5週。おできるじゃん。ついできる。ああすごい。すげえな。うわっ。ああいけてる。すごい。いけるか。できてました。なんか低くなったっすよ。いや無理してやったけど今。全然大丈夫です。一応スワイプスはちょっとまあギリセーフかなと汚いけど。自分ありました。クリケット。あクリケット確かに。じゃあ長野さんまずクリケットにしよう。両手で大丈夫。両手でクリケットいきます。クリケットで。すげえすげえすげえ。あ、うまいです。いや、簡単そうやな。いや、簡単なんだろう、まだこれ。あー、できてるできてる。なんか、こんなきついんくらいで確かに、あ、呼吸しづらいよ、これ。呼吸できんぞ、これ。とりあえず、まあ、クリケットはこんな感じか。あ、まだあるじゃないですか。一個残っとるやつ。まだあった？みんなも多分疑問に思ってます。エアーです。あ、エアーですか。エアートラックス。ダイナさん、エアートラックスってやってる。やってみましょうか。やってみてください。はい。いきます。エアキャッチができません。キャッチができません。自分は逆にもう立てすぎて立てすぎて立てすぎて、うん、いや違うおかしいな。なんか足が変やしな。あっいやなんかなんかダメですよね。いやでもエア絶対2発目いけないし、まあ、今のエアかどうか怪しい感じなんで、うん、いやーちょっとね、あ、
逆回転いきますか次。逆回転。自分は逆ラビット。何が逆のフォーマンスはできますよ。逆のフォーマンス平さん練習したんで、とりあえず両方見せてもらおうかっていう。あ、じゃあ右から左に。右から左に。じゃあ、晴天から逆回転。晴天から。多分いけると思う。お、最後の練習ですよ。おー、あ、すげえな。逆いったな。結構な感じです。え、すげえすげえ。逆か。他の逆で苦手なやつありますけど。ナインティーとか全くできん。ナインティーか。スワイプスとか。あー、そうか、スワイプス絶対無理やん。無理やね。ちょっと難しい。自分、縦か。縦、逆行ってみないな。全然できない。ちょっと待って。ちょっと待って。逆で10回跳ねる。逆で10回片方待ってるよ。全然出ないね。全然上がってない。そしたら大門さんすごい。逆行きましょう。あ、違う、こうか、こうなるんだ。もう何でも方向すれば分からん。分からん。自分の場合当たったらそれだ。あ、それか。大門さんこうなんや。全然分からん。自分はこう回ってるから、はい。ああ、こういうことだ。逆の範囲だ。俺やったら右手ついて左手。そうです。スタイルみたいな。スタイル。ナインティを逆でやろう。逆か。じゃあまずナインティ逆で。あ、逆で。あ、普通のナインティにしよう。普通のナインティ。おお、まあ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 、確かにちょっとね、ちょっとぐらい。自分のナインティーは全然できない。全然できない。できてなかった。じゃあ逆、逆回転ね。おお、そう、逆回転。こうなります。はい。じゃあ自分は逆。もう逆の大きさじゃないと。逆のはうまいっていう。マジですか。どっちもできんっていう。あ、逆でけっとどうすか。逆でくってできるんじゃないかな。下手くそやけど。おお、お前でき、逆ですかそれ。こっちが晴天で、すげえできたってこと。なんかぎこちないけど。え、すげえすげえ、できるんや。できました、ね、できました。すげえ、できるんだ。じゃあ逆エナチア、逆エナチア、普通のエナチア、普通のエナチアはこんな感じで。なるほど。こっちだったらもう結構もうあったかもできるんすけど、じゃあ逆はどうかな。逆逆これが限界かっていう。じゃあ、スノヤちゃん、スノヤちゃん、あ、これ入るね。スノヤちゃん、はい、今どこですか。おー、スノヤちゃんはできるぞ。できる。だ、逆逆はこの入りできないんで。スキップの、やべ、スキップなんでできるんだ。え、そ、逆逆本当だ。え、すげえ逆でキープできる。え、すげえ逆でキープできますよ。その入りができるけど、どーっとここでこの方が持ち上がるといい。いや、ただたまらんっすね。完全にたまらんこんなもんかな、はい、はい。自分たちができる範囲のことは今やりました。で、はい、僕もできなかったと思いますが、だいぶ先ほどできるやつ多かったなと思う。パワー、AI 以外だな、なんかすごいですよね。ただ、効率がましで苦手なんですごい意外。練習していこうと思います。はい、また苦手もちょっとずつ やっていきます。はい、はい、次動画見せるときは両方すべてできてるんで、もう一人くださいね。絶対そんなことはないけど無理か。絶対ないけど、ね、うん、じゃあ今回はですね、はい、この久しぶりに練習コラボでやりました。練習でしました。また次回からも動画ちょくちょく上げていくので、またよろしくお願いします。お願いします。はい、以上になります。はい。
またね。さよなら。さよなら。